ちょっと草薙剛っぽくして。はい、オッケー。怒られんで、草薙。え？え？ぽくしててそんな顔したら怒らんで、お前。はい、今日は草薙とリュウジの3つけた方がいいんちゃう？呼び捨て？草薙さんとリュウジさんのアボカドパスタカルボナーラ。あ、でちょっと顔も今日は真似してね、草薙風のメイクです。あ、ちょっと気持ち悪いかもわかんないな。アップに草薙さんの風のメイクで、はい、はい、4人分作ります、はい、アボカド、卵黄、ベーコン、バター、ニンニクの スライスじゃない、すりおろしのニンニクで、オリーブオイル、コンソメ、あと最後に出来上がりに黒胡椒と粉チーズを入れます。はい、はい、まあドロドロやわこれ、ちょっとね、ちゃちゃちゃだいぶ柔らかい、手にべっとりくっついちゃう。ちょっと黒いところ削っちゃいます。よいしょ、チャララチャチャチャン、ね、もういい。でこんな感じで、あの柔らかくなったアボカド、こんな感じ4分の1に切ってコンソメ入れます。はい、はい、コンソメがこれが大さじ4杯ですね。はい、はい、でこれニンニクすりおろしが2個。はい、はい、でオリーブオイルが大さじ4杯。多いね。バターは溶かさなくて OK？ 溶かさなくて大丈夫。で卵黄が4個。はい、はい、アボカドを潰します。はい、このバターは後でほらこのベーコン炒めたの熱いのこの中に入れるか、その時溶けるからいいと思います。うん、めっちゃ美味しいよ。ニンニクがちょっと効いてて、ニンニクとバター、あ、そうかな、うん、あとあブラックペッパーも美味しいわ。それでパスタ、パスタパスタのお湯をパスタのお湯をパスタパスタパスタ、つまりパスタ、そういえば出てなかったな、全く材料にパスタ説明してなかった。ほんまパスタ全く出てへんかったこれ。パスタもボイルしたらもうこのまま入れちゃうから。へー、うん、あのお湯切りしない、このまま入れちゃう。でこれでベーコンを入れて、でまたさらに混ぜて、はい、あ、そうか、この熱でさっきのバターは溶けると。 その熱と、あとあのスパゲッティ熱いまま入れるから、へー、でバターは溶けます。うわ、手でつかまず、つかまきれい。おー、はい、これをちょっとねじってバッと離す。いやー、できた。はい、できた。花開きました。そのまま、これはもうあのザルで湯切りをしないで、もうそのままリュウジさんは入れてました。はい、はい、ちょっとぐらいお湯が滴るぐらいはいいみたいな感じ。このままドバッと入れちゃいます。ちょっとボールがちっちゃかったかもわかんない。お得意やない、いつもちゃうもん、まあ、小さいもんな、うん、ちょっといつもなんかハプニングはありますね。これちょっとちっちゃいね、やっぱり。はい、あ、もうこっちのこういう失敗はしないよね回しながら高く盛る。これも高く盛るっていうのは、あの冷めないために高く盛るんだってね。粉チーズを 適量上からビャーとかけます。すごい、できました。はい、じゃーん、出来上がりです。盛り付け方もこんな、こんなにね。はい、あとあのサムネ、
たのにな。ハプニングやな今のは。ちょっと草薙剛っぽくして。はい、オッケー。怒られんで、ね、草薙。ええ僕一人でそんな顔したら怒らんで、ね、お前。事情に実食。今日初めて食べる事情に実食、はい、いただきます、はい、どうぞ食べてください。この感想を聞くこの瞬間がいいですよね。これなんて言ってくれるかななんて。はい、食べましょう。どうでしょうか、うん、この感想を聞くのがどうだろう。どうだろう、麺の硬さはどうかな。麺の硬さ、そこ、あそこじゃない、そこちゃうやんな。味どうかな。すごい、あのニンニクがすごい効いてる。うん、美味しい。リュウジさん言ってたけど、うん、あの生クリームとかそういうのは入れないって。ではなんかあっさりしてるな。あのそのなんかカルボナーラ、これは、うん、カルボナーラ。カルボナーラにしてはあっさりのカルボナーラ。うん、ちょっとこってりしすぎでカルボナーラ苦手やなっていう人でも食べやすい感じの。食べやすいの。全然いける。チャンネル登録よろしくお願いします。